はい、皆さんこんにちは、マネルグルビジです。では今回は信長の野望大志パブキと幕末志士転生物語の続きをやっていきたいというふうに思います。まず現在の情勢なんですけども、当然ながら幕府軍との戦いに明け暮れているわけなんですが、幕府軍の圧倒的な戦力の前に、防戦一方という状況です。で今回も普通は防戦になるんですけども、一つ一つ確認をしていきましょう。まずはですね、幕府軍、徳川家茂率いる7500、これがですね、伊沢城にやってくるので、これを坂本龍馬隊で迎え撃ちます。続いて、天神山城にやってくる石川隊、これを加藤義明隊で迎え撃ちます。続いて、上志城にやってくる、永井直勝隊、こちらですね。これをですね、今集結している山内隊本隊、これで迎撃していきたいなというふうに思っています。では早速時間を進めていきます。島津と毛利がここでも争いを起こすんですね。できればね、島津と毛利は手を携えて、幕府軍と戦ってもらいたいんですが、ここは日和にしましょう。待機する。で、山内隊1万6000数が整ったので、この1万6000を使って一挙に鳥取城を攻略しましょう。出陣します。で、並行してになるんですが、講和、徳川と講和できない。講和しておきたいんだけどね、そろそろね。どっかで決戦で勝負をね、かけておいて、勝利した時に講和に持っていくっていうのがいいかもしれないですね。国州将兵が効いてるね。倍の数で戦います。ただ部隊数は敵が7。こちらが5と。数が少ないので、注意は必要ですね。ここは、またこいつ鉄砲水かと、皆さん、思われると思うんですが、鉄砲水を引かせてください。あと、前火ね。泥沼は必要ないので、軍施設で、そうだな。どうする？ここは一旦、銅だらを作っておきましょう。これでいいかな。初期配置のままで、まずは戦いに挑みます。行こう。ご命令、始めるぞ。ゲチよ、覚悟は良いか。龍馬自体はそこそこの能力は持ってるんで、敵よりも数が、兵数が多いと。ただし、部隊数は少ないという状況なので、この状況をね、ちょっと冷静に見極めながら戦っていこうと思います。鉄砲を撃ってくるか。鉄砲を撃ってくるとなると、そうそうこちらも、日和見を決めているわけにはいかないな。左翼に回って、左翼から攻撃を仕掛けていきましょう。全体的にね。覚悟は良いか。いざ進む。やりたい。前へ。やりたい。前へ。で、ひとたび。ゲチよ、覚悟せよ。ご命令ください。始めよう。始めるぞ。敵が鉄砲水にかかったら、覚悟せよ。一気に敵を殲滅にかかります。いざ進む。始めるぞ。やりたい。前へ。我が覚悟お見せしよう。信綱の策士よし、鉄砲水2人かかったね。この鉄砲水でかかってる間に左右から一気に攻めていきましょう。ゲチよ、覚悟は良いか。やりたい。前へ。おとり長が作らったか。誰がおとり長が作ってる。いや、ほとんどだわ。ゲチよ、覚悟せよ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。この戦、ここはできるだけね、数を温存して干渉といきたいので。向かったか。奇襲を受けたか。前へ。始めるぞ。やりたい。前へ。
敵の本陣に部隊を集中させましょう。手薄になってますからね。ま、代わりに1部隊犠牲になってもらうことになりますが、その分敵の本陣を大将を潰しに行きます。さらに足止めだ。足止めしている間に敵の本陣を潰す。壊滅させましたね。さあ追撃しましょう。ポケット戦国だと結構この後の追撃がね大事だったりしますからね。さあ龍馬隊がこれで敵を撃破。で龍馬隊は一度戻しましょうか。ですぐにでも再招集できるようにしておきます。でこの状態でこうは当然できないよね。処刑したしね。ここは一度こうはして戦力をね整えておきたいところなんですけど、徳川家の軍勢が目前に迫っています。はい、決戦の指揮を取りますか。はい、いやいや、だから決戦の指揮を取ると言ってるじゃないか。これはバグりましたね。バグりましたね。バグったのはいいんだけどさ、これ勝ってくれるのかな。決戦の指揮取らずに負けてるしさ、もう。しょうがない。山内忠義隊を行きます。天神山に差し向けましょう。出陣します。で、それとは別に、徳島城にまた部隊を派遣しておきます。ちょっと危ないからね。まあ、数が全然いない。まだ龍馬が戻ってないな。そしたらここは我慢しましょう。徳島城が持ちこたえてくれるかというクエスチョンはありますけどね。天神山が危ないな。うわ、天神山が敵に取られている。島津と細川が和睦。まあ、これはいいよね。敵が我が領内に向かっております。津山城に2万5000。多いなぁ。さらに、徳島城にも1万6000。数が多すぎるな。講和の道はないのか。まずは天神山で石川隊。これは、撃破できるでしょう。志決して砕きはしない。津山城が危ないよね。だ、徳川慶喜じゃねえか。しかも危険極まりないやつが出てきたな。どうする。慶喜相手に徳島城が持ちこたえられるとはちょっと思えないな。忠義は天神山城をサクッと落としましょうと。後に続け。で問題は徳島城だね。ちょっと持つとは思えないな。徳島城を失った場合、蘇郷城で迎え撃つことになりますね、敵を。先月の終始です。さあここは徳島城が危ないという状態なので、それこそ準剣場を作って。かしこまった。蘇郷城の守りを固めます。あとは兵糧も買っておきましょう。取引を行いましょう。ありがとうございました。
志果たさずして賞は終えられない。大名は戦意上昇。何？池田、お前まさか。池田、池田のために賞は終えられぬな。兵を揃えたのに。待ってね、徳島城を1000の軍勢で1万6000の義信に勝ち目はない。徳島城が落ちたぞ。ここは脱出するしかないな。口惜しきことです。見ている。いや、総合城が危ないよ。今度総合城が、厳しい戦いになってきたね。忠義隊を戻した方がいいんじゃないか。一気に本拠地が抑えられる可能性があるな。天神山を落としたね。天神山を落とした舞台で、ちょっと待ってね。慶喜の部隊はここにいる。慶喜の部の部隊に当たるべきだと思う。忠義を戻して、いやー、池田が裏切ったことによってさ、戻れなくなってるからね。まあ、岡山城を攻略するよ。そしたら、いや、ここで宣戦布告とかありえねえわ。いや、高度な判断が求められるな。ますます持って徳川とは和睦したい、和睦したいので、一度徳島城に兵を進めて徳島城の奪還を目指しましょう。ちょっと待ってくれ、2万5000の軍だと。いや、2万5000とか無理だわ。行きます。池田隊を撃破しておこう、一旦ね。今和睦の話ちらっと出ましたね。ようやく和睦の兆しありだな。ご命令ください。早速和睦の使者を送りましょう。だあは、和睦できないじゃん。和睦したかったんだけど。そしたら準検所、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 準検所と、準検所を立てておきます。毛利と島津が本格的に戦いになりましたね。しかも広沢と小松両方とも幕末志士、転生した幕末志士同士だな。小松対3万7000ここですね。広沢対1万6000、ちょっと戦場がどこなのかわからないですけど、まあ小松隊が勝ちますよね。うん、これでもう毛利が食うのは確定したな。うん、島津が食うのは確定したな。さあ、池田隊ここを撃破しておきます。一度本当に兵を休めて戦力を回復したいな。鉄砲水撃つところないんで、前火をしておきましょう。奈落もない、山津波もない。山津波するとしたら、この辺り下がって山津波。あるとすれば下がって山津波だな。ちょっと難しいね。泥沼もない。そうなると軍施設だな。どうだらだい。で、
敵を迎え撃ちましょう。で、位置も変更していく。これでいこう。いきます。数はこちらが有利。ゲチ部隊数は互角ゲチ覚悟しろ。で、ある以上は覚悟は良いか。ゲチ包囲して敵を潰していきましょう。叩きのめし。よし、なんとか泥試合を勝利で終えられそうですね。やりたい前。これほどと我らが敗れるとは。まあ城一つ、特に四国に上陸されている状態なので、徳島城をなんとかね取り返したいところなんですけど、津山城、天神山城は守れそうですね。京極は逃がす。その代わり和睦を受け入れてくれ。かたじけない。参ります。和睦に応じてください。応じてくれないです。いやー、本当に苦しい戦いが続くね。ここでも決戦か。北条対姫路城なんて欲しくないよ。今とにかく徳島城を返してくれればいいんだ。さあどうする。兵数はほぼ互角ですね。やっぽ水を敷いておきます。よし、これでいいかな。で、各部隊は一応に全軍撤退、まあ撤退じゃないね、下がりましょう。鉄砲水のあるところまで下がります。始めるぞ。いきなり鉄砲撃ってくるのがあいつらは。やりたい前が、しかも前火。本当に小尺なって感じだ。泥沼をこんなところに張り巡らせているとは。ただ3000しか兵が残ってないとなると、徳島城の奪還は絶望的だな。勝利の光が、そうかな。いや、逃がすよ。逃がすから和睦しよう一旦。片付けない。まあ僕に応じる気がない。
マジか。いやー、この残りの軍でどうにかなる相手じゃないな。一度騎乗しましょう。徳島城を失ってる状態というのが本当に気持ち悪いね。報告します。先月の終始です。表情はもちろん対名重視ですね。対名のポイントが多いものを優先的に採用していきましょう。これにて表情を終わる。あとはそうだな、できればそれこそ講和を してくれる状態を早く作ってくれる人っていうのが一番いいんですけど、そういう方針はないからな。対面を発動できるの今。あ、発動できる。国衆将兵いつでも発動できるね。よし、さああとは神前を。うーわ、池田お前何者なんだよ。ほんと勘弁してほしいな。池田が邪魔くさくてしょうがない。しかも徳川とは和睦できない。困りましたね。まあ、とりあえず継続あってんで、いつものように準剣場をひたすら立てて、要塞化していきましょう。あ、そうだ、遅かったかな。あ、せっかく取った天神山に武将を入れてないですね。鳥取池田と徳川も和睦。いや、俺も和睦させてくれ。和睦させてくれ。和睦できないとなると取り残されるな。本当に天神山と津山城は放棄するせざるを得ないかもしれないですね。先月の終始です。下地を。まずは神前は無理でも、うわ、八須賀との神前ももうカスになってんな。いつの間にか。もう頼めるのは島津だけだな。そうなるとね、交渉徳川できないとなれば、まず武将を任命しておきます。最速天神山に。そうだな、どこから出す。高知城割と一人で。で準剣所、準剣所、準剣所。はっはっ、承知。で、あとは温存しときましょうか。兵糧とかもね、尽きてきたときにお金を使いたいので。あと、歩兵をしておきます。天神山。津山。は。かしこまりました。その他の拠点も割と A は回復してるね。このまま冬になってくれたんで、やっぱり徳川とは和睦をして池田潰しをしておきたいんですよね。池田潰し。ただ池田潰しと徳川との戦いを、まあ、まあ同時にやるというのは、まあ、無謀でとてもできるものではないので。かしこまりました。はっ、そう考えるとやっぱり徳川と一度和睦したいですね。かしこまりました。はっ、池田と徳川は和睦。なんかいよいよ雲行きが怪しくなってきたな。報告します。先月の終始です。表情で、ここも対面重視でいきます。とにかく対面を貯めておきます。これにて表情を終わる。ご命令ください。徳川との和睦ができない。
徳川と和睦ができなかったとしてもだ、このまま池田を放っておくわけにはいかないので、ここは、一か八か。賭けに出ましょうか。てか、ここ全然準検所立ててなかったじゃん。何やってんだよ。今処理になる。準検所がないというだけで。そしたら、宣戦布告していきましょう。待ってくれ。池田と鳥取は同盟結んでるのか。いや、それでも池田、潰しておく必要はありますよね。潰す。まあ、鳥取池田が向こうに味方するのはいいよ。助立ちいたす。助立ちいたす。さあ、軍を出します。備中松山城に軍を出す。ただし、部隊編成はもう、本当に、気をつけなきゃいけないので、秋でしょ？伊予、松山、広島。これでいいかな？ちょっと待ってね。吉田郡山と鈴間城だね。この吉田郡山から兵が出せない。ちょっと待ってくださいね。確認します。直接はいけないの、山があって。そんなことないよね。吉田郡山と、あと広島城からも兵を出したい。兵が出せない状態になってるな。ちょっと待ってね。広島城は出せるよね。これで兵が7900。いや、7900じゃちょっと勝ち目ないよな。いや、時期尚早だったな。道がないから攻められないんだ。じゃあ、岡山城でもいいよ。岡山城。違う、備中高松城だね。部隊の編成を行っていきます。うわ、結局こうなっちゃうもん。ちょっと待ってね。しょうがない、全力で潰しに行くしかないな。ちょっと意図した戦いにはならないけど、これでもガラキになってるとさ、うわ、集結してるもん。ちゃっかり集結してるもん、徳川軍。誰と戦うのよ。志果たさずして、将は終えられぬな。志果たさずして、将は終えられぬな。ちょっと待って。どこと戦うんですか、徳川さんは。どこに向かうの？毛利と鳥取池だけ。これは、参戦。どこに向かうのか教えて。本当に。目標は決まっていない。うん。いいよ。それならいい。くっがー、総合上じゃねえか。なんなんだよ、ちょっと待ってくれ。いや、蘇合城に来るとかありえんだろう。
せみます。やってくれるな本当に。はい、ではちょっと長くなりましたので今回はここまでにさせていただきます。まあ、徳川のね武将をまあここまで散々殺してきたんでなかなか和睦に応じてくれない状況ではあるんですけども、そんな中池田がね同盟を手切れしてきたので池田討伐に向かったところ徳川軍がまあ当然のごとく攻めてくるという苦しい展開になりましたね。ちょっとこのあたりね、しっかり戦っていきたいと思いますので皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますのでぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。